株式会社アミューズワンセルフトミーアムさんにお話しいただきます。ではトミーさん、よろしくお願いします。こんにちは、株式会社アミューズワンセルフ技術のトミーアムです。本日は T.7 シリーズを中心にお話しさせていただきます。ここから当社のドローン搭載型レーザースキャナーシステムである T.7 の開発履歴をご紹介させていただきます。2013年にドローン搭載型としては私たちの調べる限り世界初のレーザースキャナーシステムをリリースいたしました。カメラ画像による測量の場合、このように表面のデータしか取ることができません。レーザーシステムの場合、レーザーを秒間に数万点から数百万点照射するため、樹木の隙間を縫って地面まで届くものがあるので、その樹木のデータを取り除くと、このように地表面のデータを得ることができるようになります。話を戻します。先ほどのシステムはドローンと一体型のものでした。2015年にはさまざまなドローンに搭載ができるようユニット化を進めました。特に2016年には DJI 社のマトリス600 Pro がリリースされましたので、同機体への搭載が進みました。同年、それまで専門の方が行っていた複雑な処理をクラウドで行えるようにして、誰もが使えるレーザーソリューションになりました。最適積解析をクラウド化しています。T.による測量後、USB メモリーのデータ、USB メモリーのデータをクラウドにアップロードします。数分の後に解析処理が終わります。解析の結果として精度などが表示されます。2017年には計測速度の大幅な向上を行いました。これにより、より繊細な地形が再現できるようになりました。国土交通省から、ドローンから地上から推定の測量ができるようにならないかとのことで、2018年には国土交通省が実施した革新的河川プロジェクトの中でグリーンレーザーを開発いたしました。2019年の初頭、このグリーンレーザーの販売を開始いたしました。2021年には DJI 社のベストセラー機に搭載できるようバージョンアップを行いました。このグリーンレーザーシステムは国内外でこれまで100台以上が運用されています。さて、ここからは T.7 がどのように使われているか使用事例を紹介させていただきます。少しその前に、本当にどの程度精度が出るのかというのを具体的に見ていただきます。こちらは南相馬市の工場です。屋根がトタンになっています。これを時間や日を変え、4回のドローンのレーザー計測を行いました。もちろん精度が悪いとデータがガタガタになってしまいます。得られたデータはこのようなものです。こちらは断面図です。拡大してみましょう。このように複数回重ねたものでもぴったりと合っているのが分かります。データを評価していただきましたが、最大で23ミリのズレで収まっていました。こちらは少し応用が入った例です。山頂と山頂にまたがる高圧電線のある場所を、地形と高圧電線を同時に測量しています。これまでは人が山の中に入り、樹木と高圧電線の距離を調査していたのですが、この測量は10分程度で終えることができました。こちらは断面図です。このように高圧電線と樹木の理覚が分かります。上に出ているのが高圧電線になります。それぞれを総当たり計算することで、一定距離以内の樹木をピンポイントで探すことができます。こちらは崩落現場のものです。被災してすぐの要請により測量を実施しました。成果としてはこのようなものですが、すぐに有識者の方の見解がこの図のように発表されました。着陸後約30分での発表でした。このスピード感こそがドローン測量の最大の特徴だと思います。ここから当社の顔ともいえる製品であるグリーンレーザーについてご説明させていただきます。通常ドローンのレーザー測量で使われているのは近赤外線レーザーです。2017年国土交通省から革新的河川プロジェクトというものが発表されました。内容は陸上と水中の水底を同時に測量できるものということでした。通常の近赤外線レーザーは水に吸収されてしまいます。
しかしながら緑の光は吸収されにくいです。ということで当社が調べる限り、世界初となるドローン搭載型のグリーンレーザーシステムを開発販売を行いました。具体的にご説明させていただきます。従来の近赤外線のレーザーは900ナノメートルの波長です。それに対しグリーンレーザーは530あたりの波長を使用します。グリーンレーザーはこの図のように水への吸収がされにくいです。こちらはあくまで綺麗な水の場合ですの理論値ですが、ドローンの高度50メーターから 13.5 メーター程度、測ることができます。またレーザーを一度照射すると、水面と水底の両方のデータが取れます。地上から河川の底、旋回域まで測れるのはグリーンレーザーだけです。グリーンレーザーのメリットは水底を測れるだけではございません。一般的に近赤外線レーザーを用いたレーザーシステムだと濡れている路面や真っ黒いものは取れません。光を使う計測なので写真のように濁った水の底までは測れませんが、グリーンレーザーは雨天直後の濡れた路面を測ることができます。被災直後すぐに測量ができるのはグリーンレーザーだけです。では当社の T ドットグリーンの使用事例をご紹介させていただきます。まずは京都府の琴引浜の海岸の成果でどこまで深く測れたかを見ていただきます。このような海です。海岸線から沖合400メーターまで飛ばしました。結果はこのようになりまして、400メーター先でも 8.6 メーターの深さまで取れていました。この測量は2回行いました。こちらは1回目のデータです。波が再波するサンドバーがあります。2ヶ月後に2回目の測量を行いました。この時はサンドバーが消失していました。また海岸線が後退しているのが分かります。ここの海底地形は東へ動くと言われていましたが、高さの色分け表示で再現すると確かに東に移動しているのが分かりました。こちらは日本海側で消波ブロックや船底を測量したものです。こちらは構造物の周りだけ水面を除去したものです。これも2時期以上測量することで動態観測を行うことができます。こちらは和歌山県新宮市の河口になります。ここは可動閉塞が起きる場所のようで、数年前はこんな感じだったようです。そして雨が増えるとこのようになり、さらに時間が経ちますとまたこのようになります。現状はこれに近いのですが、このようにかなり変化する、形状の場合は日常の測量が非常に重要となります。こういった場所の定期的な測量はドローンによるグリーンレーザー測量が最も効率的だと考えます。こちらがその成果です。水面を除去するとこのようになります。湾の中はかなり濁っており、データが取れていませんが、海側はどのように土砂が流れているか見て取れます。こちらは同様のものを、長官的に見ているものになります。少しだけ濃淡をつけて見やすくするとこのようになります。こちらはとても浅く岩が海面から出ているような場所を測量した例です。成果はこのようなものですが、実はグリーンレーザーはこうした旋回域を測れるのが大きな特徴です。これまでの、水底の測量はマルチビームなど音波を使っていました。グリーンレーザーのように光を使うものではないので、濁っていても測れるのが大きな特徴です。しかしながら、浅い川や、海の場合、ボートやラジコンが入れないと測量ができません。もちろん水際のデータを取ることができません。また浅いところでは測量できる幅も狭くなってしまいます。それに対しドローンによるグリーンレーザー測量の場合、この図のように広い範囲が一気に測ることができます。また浅いところももちろん測ることができます。展示会などでどれだけ深く測れるのとよく聞かれますが、もちろん深く測れるに越したことはないのですが、浅いところを測れるというのが、ドローンを使ったグリーンレーザーシステムの最大の利点だと言えます。ここから河川の事例を紹介させていただきます。海に比べて河川は濁っている場合が多いので、一概にどの程度測れるとは言えませんが、これまでの実績でいうとだいたい4メーター程度でしょうか。もちろん全然測れなかったところもございます。これが取得した点群データになります。水面を除くとこのようになります。ではここからは測りにくい水とはどのようなもので、なぜ測れないかをご説明させていただきます。
綺麗な水の時はこのように、エコーが綺麗に返ってきます。濁っている水の時は受信したエコーが重なってしまうのでエラーになってしまいます。また浅すぎる時も、同じようにエコーが重なりエラーとなってしまいます。低高度すぎた場合や鏡のような水面の場合は返ってくるエコーが強すぎるため飽和状態となり、これもまたエラーになってしまいます。グリーンレーザーは国内のみならず海外でも大活躍しています。2022年は14カ国で測量を行いました。こちらは一昨年に行ったイスラエル死海での写真です。目的は死海の海底の地形測量でした。こちらも一昨年行われたチリ、アタカマ塩田の画像です。塩田部を測量しました。ここからは当社の最新の製品であり T.7 シリーズの紹介です。このように3機種リリースさせていただきました。一番左のものが最新のグリーンレーザーです。右の2機種は当社のものとしては初めてリーグル社の近赤外線レーザーモジュールを採用した商品になります。商品の違いを簡単にご説明させていただきます。こちらが T.7NIR といいます。軽量で汎用的をコンセプトにしたものです。こちらはリーグル社のフラグシップであるレーザースキャナーモジュールを採用したもので、とにかく高密度で測量できるものになります。断面を見ていただいても先ほどの機種と比べると点の密度の多さが分かっていただけると思います。こちらは最新のグリーンレーザーです。これまでのものと比較して速度も向上し、促進能力も大幅にアップしました。この最新のシステムは操作はすべてブラウザから行います。またドローンの操作系の画面には一部の機種を除いてリアルタイムに断面が表示されます。これにより水底がどの程度取れているか、樹木の下がどの程度測れているかを測量作業中に確認することができます。またこの7シリーズにはユーザー様のご要望が多かった可視カメラが搭載されています。1240万画素の高解像度のカメラなので天群への着色のみならずオルソ画像の作成にも使用することができます。またオプションでサーモカメラを搭載することもできます。ではここからは各機種の特徴を紹介させていただきます。まず T.7NIR ですが、とにかく多機能を軽量かつ安価にしたものです。この機種の特徴は 2.4 キロと軽量なので、もちろん DJI 社のマトリス 350RTK に搭載できます。視野角が最大360度あるのも特徴です。ただドローンで使う場合は上半分が死角になってしまいます。測量用途で使う場合は下方120度となります。斜面や、オーバーハングしている地形で飛ばす場合は180度の、スキャンを使用することもできます。この機種の特徴は広い視野角になります。こちらがデータ例です。通常の測量で使う分には十分な性能を持っています。これまでの T ドットのコンセプトを踏襲しており、取得後素早いデータ出力が可能です。リーグル社の同様のレーザーモジュールを用いた製品はいくつか見受けられますが、当社の特徴は他にもあります。 T.7NIR には LTE モジュールが実装されており、そのため測量作業を行っている間電子基準データを得ることで GNSS は RTK 状態となり、そのデータから内部のコンピューターで計算を行うことで成果となる点群をリアルタイムに遠隔地のコンピューターに転送することができます。こちらは被災直後の現地測量などを想定して、考えられたものです。次に、近赤外線のモデルのフラグシップとなる T.7NIRS をご紹介させていただきます。右下の図にあるように秒間240万パルス、1秒あたり400ラインと超高速です。さらに1回のレーザー照射で最大32エコーも破壊ってくるという測量素値容器というカテゴリーの中ではとんでもなく高性能なものです。さらにこのレーザーモジュールは大きな特徴があり、真下に加え前後にもレーザーが出るということです。これにより進行方向の側面まで照射することができます。 T.7NIR と NIRS のデータ密度の比較です。こちらが 7NIR のものです。こちらは NIRS のものになります。点密度の違いは明らかです。この圧倒的な性能をDJI 社のマトリス 350RTK に搭載が可能なようにしました。当社の調べる限り、ここまで軽量で搭載可能なものは他にございません。
さて最後に当社の本当の意味でのフラグシップである T.7 グリーンの紹介です。3月1日に発表しました最新のグリーンレーザーシステムです。グリーンレーザーというと水の中の測量用途を皆さん想定されますが、当社のものは陸上から水中まで使えるように開発されてきました。通常の測量から旋回域の促進の 測量まで使える、まさにいつでも使えるオールマイティなシステムです。重量は 3.6 キロです。前のモデルから1キロ程度重たくなったことから、DJI 社のマトリス 350RT 機には搭載ができなくなりましたが、これまで同様、当社のグローシリーズや4キロ程度のペイロードを持つ様々なドローンに搭載が可能です。何度も申し上げますが、いつでも使えるというのが当社のコンセプトです。前モデルからの大きな違いは、まずレーザーパワーは2倍になりました。そして就航するためのレンズ径を 1.5 倍にしたことで就航力は 2.25 倍となっています。さらにレーザーを受ける感度は2倍になりました。まず天群の密度を直結するパルスレートは、これまでの T.3 グリーンが6万ヘルツだったのに対し16万ヘルツとなりました。そしてスキャンスピード、いわゆる操作速度ですが、T.3 グリーンと比べ、が秒間30ラインだったのに対し、7グリーンは80ラインとなりました。後ほど詳しくご説明させていただきますが、 T.7 グリーンの大きな特徴として広い視野角があります。グリーンレーザーは促進専用の機械であることが多く、視野角は40度程度のものが多いです。ただこれだけだと陸上の測量の場合効率がとても悪くなり、当社のコンセプトに合っていません。 T.3 グリーンが90度とグリーンレーザーとしては広い視野角でしたが、T.7 グリーンではさらに広げ120度のスキャンが可能になりました。当然ながら最大測定距離も伸びています。これは陸上の測量のスペックですが、 T.3 グリーンが陸上に存在する比較的黒いものを、測量できる距離が150メーター程度だったのに対し、7グリーンは430メーターとなっています。とは言っても日本のルールは最大の高度が150メーターなので気をつけてください。このように陸上に存在するもののほとんどがグリーンレーザーならすぐに測量することができます。次にエコー数です。エコー数とはこのように上から照射して最初に帰るエコーのことをファーストパルス、次がセカンドパルス、最後に帰ってきたものがラストパルスとなります。3グリーンは最大4エコーだったのに対し、 T.7 グリーンは6エコーとなりました。こうしたことで反応した樹木の下の地表面も取れやすくなりました。3グリーンと7グリーンの比較断面です。一番左は反応している樹木の断面ですが、明らかに7グリーンの方が地表面を捉えているのが分かります。真ん中は河川、右は海ですが、どちらも7グリーンの方が推定が多く取れているのが分かります。先ほどの河川の断面です。 T.7 グリーンではデータが取れていない川底はありませんでした。当社がグリーンレーザーを社会実装してから6年近く経ち、他社からもグリーンレーザーが販売されています。しかしながらそのほとんどのシステムは大型で非常に重く、10キロを超えるものもございます。当社のものは 3.6 キロと比較的軽量です。もちろん大型化のされているものはパワーがあり、より深く水の中が取れるという利点はあります。しかしながら飛行時間が短くなってしまいます。国土交通省様が求められていたものは陸上水中レーザードローンということで、この要望に対応できているグリーンレーザーシステムは当社のものしかありません。こちらに、リーグル社の VQ840GE、 イーロースキャン社のナビゲーター、そして T.7 グリーンの性能比較を行っています。ホームページで見た性能なので、最終的なものはメーカー様にお問い合わせください。現在市場投入されている3つのシステムのスペックを記しました。上から説明させていただきます。まずパルスレートです。すなわち計測速度ですが、計測速度が速ければ速いほど微地形の再現性が高くなります。次にスキャンレートです。これは操作速度で1秒あたり取得できる断面の数になります。多くなればなるほどドローンを速く飛ばしやすくなり、作業効率が上がります。次に視野角です。当社のものは圧倒的に広く測れます。これはここまでもご説明させていただいたように、当社のものは促進専用ではなく陸上水中用であることからです。照射範囲が広いとこの図のように構造物の側面までスキャンできます。水中の計測ではあまり必要ないかもしれませんが、構造物の側面や急斜面をスキャンするときに重要となります。
次に促進能力の比較です。 T.7 グリーンは 1.43 石器となります。石器とは、白い板を水中に沈めていき目視できなかったところが、1石器です。なので人が見える深さの 1.5 倍程度の、深さまで測れるということになります。この数値は実測値です。リーグル社のものも2石器です。同じ場所で検証したことがありますが確かにリーグル社のものが深く測れる傾向にありました。大型の機材でパワーが出せるのでさすがというところです。最近発表されましたイエロースキャン社のものは2石器とありますがこれの実際のスペックは未知数です。ホームページなどでは河川で3メーター程度綺麗な海で18メーター程度とありましたがこれは当社の前のモデルと変わりません。なので2石器が計算上のものか実際のものかは分かりません。そして重量です。当社の T.7 グリーンは 3.6 キロと軽量です。イエロースキャン社の、ものは 3.7 キロですがバッテリーが必要なようで実質4キロオーバーとなります。リーグル社のものは軽量モデルでも 9.5 キロです。しかしまあスペックを考えると仕方ないのかもしれません。最後にレーザークラスです。これは運用上とても重要なもので T.7 グリーンはレーザークラスが 3R です。のさらにアイセーフという目を保護する機能にも対応しています。リーグル社のものはレーザークラス 3B という強いものですがこれもアイセーフに対応しているので決められたルールに沿えば安全に運用できると言えます。しかしながらイエロースキャン社のものはアイセーフに対応しているという記載はなくまた離陸して一定の高度に達するまでレーザーを見てはいけないという記載があります。少しレーザークラスのことについて説明させていただきます。レーザー機器を使う上で遵守する必要がある項目はこの通りです。 T.7 グリーンのレーザークラスは 3R なので管理者の選任、放出口の表示など特に問題になる項目はありません。それがレーザークラス 3B になると作業範囲を立ち入り禁止する必要が出てきます。またレーザー光を緊急停止させる措置も必要です。もちろんドローンが飛んでいるものなので遠隔地からオフする必要があります。もちろん T.7 グリーンは遠隔地からオフする機能があります。ご使用になられるものにどのような機能があるか確認することは非常に重要です。こちらはアイセーフの説明です。例えば T.7 グリーンの場合対地高度を常に計測し高度に応じてレーザーの出力を変えています。なので対地高度40メーター程度までは安全なレーザー出力であるクラス 1M そして40メーターを超えるとフルパワーを出力します。一定高度まで上がると 3R でも目には安全ということになります。次にレーザーのビーム系です。こちらは細ければ細いほど微地系の再現性が高くなります。一方広いほど促進には有利に働きます。 T.7 グリーンは通常の測量でも使うのでかなり細いものとなっています。リーグル社のものは状況に応じて変えることができるようです。イエロースキャン社のものは記載は見つかりませんでした。最後に搭載されているカメラの解像度です。当社のものは1240万画素になります。カメラ画像により天群に着色ができオルソ画像の作成も十分可能な解像度です。ここからはソフトウェアのご説明をさせていただきます。レーザー測量のために必要となるソフトウェアを揃えています。こちらは D. プレプロセッシングというものでドローンのフライトが終わり着陸後すぐにデータの確認を行えるものです。オフライン環境下でデータの確認を行えることができます。こちらはポストプロセッシングクラウドというものでこれまで専門の方が行っていた最適軌跡解析というものをデータをアップロードするだけで自動的に行ってくれるものになります。こちらは T. プロセッシングというもので最終的な成果を出力するためのソフトです。職人技が必要であったデータのキャリブレーションも自動的に行うことができます。こちらは大げさにずらしていますが、このような感じで自動調整されます。アンダーウォータークレクトというソフトウェアの説明です。このソフトウェアは水面下を測っている場所の、があるときにのみ使用します。レーザーは光の中で、失礼いたしました。レーザー光は水の表面で屈折します。また、水中には多くのノイズが存在します。また水中では光が空気中より遅く進みます。そのためこれらの補正を行う必要が出てきます。この図のグレーの点群は補正前のものです。このソフトウェアで処理した結果赤の点群のように綺麗な推定地形になります。
航空測量大手である、株式会社パスコ様が開発された T. スマート測量というアプリケーションのご紹介です。 UAV レーザー測量は実際には、対空標識の設置やその測量、多くの、帳票類の整理などやはり測量経験者ではないと厳しい部分がありますが、こちらのアプリケーションを使うことでそうした複雑な作業の軽減が図れます。使いやすくフットワークのいいハードウェア、そしてユーザーの声を取り入れたさまざまなソフトウェア、それに比べて測量を知り尽くしたパートナーによるアプリケーション、これらが揃ったことで T.シリーズを使ったユーザー様の総フライト回数は5万5000回と圧倒的な数を誇っています。こうした実績もあり、当社のレーザー機器はすべて国土交通省の NITIS システムに登録されています。次にハイブリッドドローンにグリーンレーザーを搭載した測量の例です。こちらは2021年に国土交通省の航空検査まと行ったものです。西表島で行いました。この時の範囲はこの図の通り、大きいところでは 2.6 キロ ×1 キロに及びました。この3箇所を半日でスキャンすることができました。飛行状況はこのような感じです。かなり詳細な位置計が得られています。下の図は遠光遠脚部の断面となります。最深部で20メーターとなっていました。これまで紹介しました T. シリーズがどのドローンに搭載できるかを示しています。すべてのレーザー機器が当社のドローンには搭載可能です。長時間にわたりご清聴ありがとうございました。何か質問などございましたらこちらにお気兼ねなくお問い合わせください。ありがとうございました。上井さん、ありがとうございました。